空で鳴るよ恋恋やこらせの恋す出世の締め込みバレン付き十と六票に上がったら牛が戦場も何こと勝つの負けるも力と技よ裸芸者であるけれどこれも三国の花の数よおいおいやこらせのこいせ広いお江戸のその中に暮らす力士は数知れず中にひときわ目に立つわ今が世にまで歌にも残るわしが国沢で見せたいものは昔谷風今だてもよ他人大ぞえしょんがいなと歌われましたある谷風のあまたでしこのある中で新種生まれの怪談にその習いでんためもん遺恨相撲の一石を慣れぬ温度の林に乗せて悪性ながらも勤めましょう百姓のせがれ年は十七ためぞは生まれついての怪力でよおいおいやこらせのこいせ相撲の世界に憧れて江戸へ来まして谷風の弟子に入って三年目末に見込みのあるやつと師匠谷風気も入りでそこは嘘じゃないこことじゃと四十八手の裏表教え込まれてためぞが今日この頃では三番稽古下なれば高一番は谷風が弟子のためぞに投げられて負けてよ愚か親心やこらせどこいせいよいよ来たる初場所の今度の場所にはためぞぜひとも土俵に出したいとやってきました相撲の会所親方頭取ご一同無理な願いか知らないけれど初土俵早々からうちのためぞ番付にのしてください幕内に今まで例のないことじゃが自信があるから頼むのじゃよおいおいやこらせのこいせ何かの相撲にためぞもし一日でも負けたなら嘘じゃないぞ谷風が腹かき切ってお詫びをしようどうか頼むと頭を下げるしかも天下の横綱に命を懸けて頼まれりゃいやとかむりを振りかねて空よ
しまく地雷伝統よ思い思い宮浦瀬どっこいせ立派に名前が乗りました。いよいよ明日が初日という一日前になるなれば各部屋部屋に取り組み票が回りくる。 師匠谷風梶之助初日のためぞの相手は誰も一目見るより驚いたよ。しかも東の大関で小野川弟子の小結びで その名八角正右衛門為三為三はおらんかい。親方何かご用事で明日のお目の相手が決まったぞ。少々歯応えあるんかい。何を抜かすんじゃい。この小川部屋の八角じゃが勝てる自信があるのかと言えば為三がにっこりとよ。おいおい宮古らせどっこいせ心配ごむよお師匠へ明日は私の初土俵他の力士であったなら勝つか負けるか知らないけれど小野川部屋の八角な師匠さん八角の顔を三角にしても俺は負けられぬ意地がゴンス。顔色変えて止めぞ。何か事情が荒いでかいな親方。人として悲しいものか悔しいものか聞いてくだんせ。三年前思い出しても涙の種立派な ならなけりゃ生きて故郷へ帰るなとよ。おいおい宮古らせどっこいせ村人衆や二親に村外れまで送られて泣いて別れんげて江戸へ来て まず一番におのがわ部屋へ弟子入りしようと頼みに行ったら行儀知らずもほどがある。弟子に腰をばもませつつ寝たまま挨拶した上でおめえは信州の田舎者か。信州あたりのどんびゃくしょうが 花の江戸の真ん中で相撲取るとは生意気な。国へ帰って百姓しろよ。帰る飛ばしの耳づきりあまりのことの暴言に親方いくらおらが田舎もんでもあんまりひでえ言葉じゃねえかい。 言葉を返したらやかましいわい。天下の力士に返答さらすこの生意気な田舎者と言うたで俺も腹が立ち。これこの側よよく聞けよ。 人気があればとて裸芸者ということは必ず忘れちゃならねえぞよ。おいおい宮古らせどっこいせ力士と威張るなよ。
が天下の力士なら俺も天下の百姓じゃ言えばあまたの弟子どもが寄ってたかって私をば体と引きずり出して靴やら蹴るやら殴るやらがよほいほいやからせどこいせしている途端にちょうど向こうの方よりもどこで飲んだか知らないけれど帰り来ました八角がいきなり政の下駄脱いで俺の眉間を割った上村のような山猿が三年五年のその間に土俵で四国の一人前の力士になったその時ははばかりながらこの八角は江戸の町中坂さまで歩いてやるぞと抜かしたでよほいほい生意気な八角め素人で技は知らないけれど力で遅れは取りはせぬこの生意気な八角をひとひねりとは思ったがいやいやそうじゃないそうじゃないここで短気を出さずとも回し一つが真剣勝負土俵で敵を打てばよいと立つからこらえて親子たいあんたも元へ弟子入りいたして三年の親も呼ばぬご指導の明日はいよいよ初土俵そのまた相手が八角なら四十八手の裏を手わざと力の続くだけもんでもんでぞもみ倒し見事土俵の真ん中へあの八角をうずめ込み行事が持った軍配をこの来天と上げさすまでは吉や骨身が砕けてもめったに土俵は降りはせぬそらよいとこさっさやいやさっさ天気いて谷風驚いてそんな事情があったとは今日が暇でも知らなんだなおさら大事な明日の場所今夜はゆっくり寝るがよい親方ごめんと床の中待つ間ほどなく夜が明ける古城三尺やぐらの上でドドンと鳴り出す一番太鼓朝も早から見物連中がこの一番を見なければ男と生まれた甲斐がない金がなければ七八置いても可愛い娘を方向に出しても見に行かなければ先祖の位牌に申し訳が至ったないと暗いうちから見物は弁当持ちにて押すな押すなと詰めかける押すない少ない
後から来て先行くとは厚かましい。そんなに押したら背中の握り飯は潰れて、目ぼしゃはあだかんがで風を引く。満員札止めも相撲番数取り進む。いよいよこれから三役と触れが回れば呼び出しが土俵の上に飛び上がり、西と東を呼び上げるよ。ほいほい肩で風切る料理騎士、土俵の上にと姿を見せる。行事式守之助は一味政府の軍配片手やってまだよ。来てる心で思うよ、己派か熊左衛門よ。ほいほい都らせどっこいせ。三年前の割られた眉間のその礼に、今日は一番土俵の砂を嫌というほど食わしてやろうと、ぐっと仕切りをつけるな。こちら八角正右衛門、こいつどっかで見た面だと思っていたなら、三年前の田舎者か、恨みたような山猿に、この八角の正右衛門、なんで遅れを取るものかよ。ほいほい睨んで身構える、つくいき低いきあうんの呼吸がパッタリアウト。行事式守之助が八景四夜と軍配引いた。よいしょ北さんのどっこいしょと、土俵の真中で料理騎士がっちり組んだところでちょうど二冠となりました。またのご縁とお預かり。Hey, hey, hey.
誰がに乱れ髪さえ小粋なもの群衆束ねはまた別よと歌いますけどこれは男の褒め言葉女が褒めたらそうじゃないくよくよチャンスが関取さんよ力病が出るではないかい今年は負けてもまた来年よ相撲に負けても怪我さえなけりゃ番話はあたしが負けてやプラス力士の目に立つ人は今が世にまで歌にも残るわしが国さで見せたいものは昔は谷風今だってもよ他にないぞえ障害なと歌われましたある谷風の余った弟子このある中で新州生まれの怪談にその習いでんためもん遺恨相撲の公平を慣れぬ温度の林に乗せて悪性ながらも勤めましょう百姓のせがれ年は十七ためどは生まれついての怪力でよおいおい宮古らせどっこいせ相撲の世界に憧れて江戸へ来まして谷風の弟子に入って三年目待ちに待ったる初場所のそのまた相手が東の大関小野川部屋の一弟子八角正右衛門と聞いたる時にためぞがなんで忘れてなるものか俺が江戸へ来た時にまず一番に小野川部屋へ弟子入りしようと頼みにいたら女で力士にゃなれん国へ帰って百姓しろと表の方へと掘り出され一番弟子の八角悔しいか田舎も村のような山猿が三年五年のその間に土俵で四股踏む一人前の力士になったその時ははばかりながらこの八角江戸の町中を逆さまで歩いてやる涙で三年間師匠谷風梶之助の教えを受けてありがたい初土俵早々から突き出し幕内来伝と乗してもらったこの俺だ受けた恨みを晴らさにゃならぬもしも負けたら三年の長い
書にどの顔下げて、もし開きができようか、たとえ明日の一番で土俵の上でこの俺がよしや骨身があるだけでも、はずの相撲万物始まりの二つ打つのが運の虹、三つ打つのが天地人、四つ打つのが四天王、五つ打つのが御用の大軍か、六つ打つのが六方世界、七つ打つのは南明法輪華経、七時の大目方の二人、八つ八卦で九つくよ、どで次回乱れ打ち、ドドンガドンガドンガドドンガドンと来い、ドドンガドドンガドドンガラドンと来い、二三日天気天気金持って飛んで来いよ、金なしゃ嫌だおたふく来い来い、ドドンガドオンドドンガドオンドとなりだ明日。立派な姿になったの、三年前に来た時とは打って変わったおめえの姿、今日の一番負けるじゃないの、さあぼつぼつ場所入りしようじゃないか、いつもであれば横綱さんはカゴに売られてゆくのじゃけれど、今日は可愛いためぞの初場所ということなら、カゴにもならぬ横は見よう、後に眺めて二人連れ九十六軒かけ渡す、両国橋の上で差し掛かれるあよほいほい、ピアトラセロッコイセ、渡った向こうが広小路、あまたの見物これを見て、なんと立派な関取だが、右を歩くは横綱じゃけど、左を歩くは誰じゃろか、あそうか、初めて島口に乗ったあいつが雷電か、おい雷電しっかりやれよ、はいありがとうごんす、新州生まれの田舎者、お見知りおかれてどうぞごひいきに、頭を下げて挨拶すれば、かやらしいこと言うね、俺たちがついてるから頑張ってくれよ、わいよわいよと騒ぎつつ人をかき分け場所入り、大入り前の札止めの相撲番数取り進む、何の山には何の川、何の里には何の花、何が峰には何がだけ、鍋の蓋には桶の
の底ってそんな相撲取りはいないけど負けるもあれば勝つもあるあるいは引くだけ痛み分けよこれより最悪と触れが回れば呼び出しが土俵の上にと飛び上がって西と東を呼び上げればよほいほい上げられ東西から土俵へ上がる料理騎士眺めた一度の見物がおい八角しかりやれよ信州の田舎者に負けるなよ雷電と呼ぶものないのに雷電がなんと寂しい初土俵ただの一人もごひいきの声がないのか情けないと思っているなら東の桟敷で二人の男東京ですまねえけど一言でいいから雷電と呼んじゃってくれ初めて土俵へ上がるのにこれだけたくさん人がおりながら雷電と呼ぶやつは一人もいねえなあここで一声呼んでやってくれよそうすりゃ雷電も力が出るぜ頼むから呼んでやってくれおーい雷電よしかりやれよ土俵の西も東もまだ知らぬ馴染みもあらぬこの私をよこそ呼んでくだされたあんたがたまに免じてもめったに今日は負けられないと外伝子供男でも殻の底が嬉しかったに違い言わないのほろりとおぼしいたひとしずくよじしきもりのすけが一味政府の軍配片手やってばだよ低い気あうんの呼吸がぴったりあったはっけよいやと軍配引いたよいしょさっさと立ち上がるたまりで見ていた師匠の谷風梶之助土俵へ上がる前にためぞうよ相手の八角は続きの名人だが右差しも得意だから立ち上がっても必ず左は開けるなよ左は固く締めて立ち上がれとくれぐれも注意をしてあったよいしょっと立ち上がったからためぞうのやつどんな格好をしてるんだろうと横綱がひょっと見たらためぞう土俵の上で右も左も開けっぱなしでよいしょ何をするのじゃためぞうよ左は必ず開けるじゃないとあれほど教えてやったのに左を閉めろよためぞうというに言われず谷風がハラハラしながら見ていたならさっき呼んだる二つの江戸っ子おーい雷電よ何をしてやんで相手の八角は武器も名人だけど右差しが得意なんだ左を開けるんじゃねえぞ左は開けるな閉めとけよ開けるな閉めとけ泥棒が入るぞわわ騒ぐその中にひょっと眺めて八角が左を開けて立っているこいつは鈴木を使うまでもない俺の得意の右差しだと
よいしょ。飛び込みざまにライデンの前三つと横三つをぐっと掴んで己の死体をライデンの胸と当ててジュリッジュリッガ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 ッ一生懸命に押してゆく押され押されてライデンが後へ後へと下がってゆく土俵で大事な剣が見ねえ俵に足がかかった時ににっこり笑ってライデンはなんじゃい八角お前の得意は続きだけれど右差しも得手だと言ったからどれだけ力があるのもの物は試しに押されてみたが思ったがほどでもなかったぞ押して戻った土俵の真ん中ここまで戻ってきた時に両三つ取った八角の手を下から跳ね上げた右と左に土俵の真ん中で立ち分かれたよしこうなったら十八番の続きで行こうと力を込めて八角ライデンが板望んでどっとばかりに来るやつ何をさらんすか直材なおめえが好きで来るのなら俺は得意の張り手で行こうとパッと広げた大きな手で持ってきましたああああああ横がおめがけてバチン一つやったらなぜたまるかわいそうにや八角の首が犬の方をぐっと向いてペンと持たずに長野旅へと出かけたけれどもこの旅だけはめったにも踊った人はないトイレ土俵の上は山となるこの時東の座敷でご覧なされたこの人は国は雲州松江の氷雲州ではの神様が財伝力をお気に見事であるぞ来伝よ今日より改め我が家の抱え力士にいたす初の土俵で五十石捨て打ちまでもいただきまして来年亀戸じゃ長小さい今日より改め亀門と名乗る嬉しとお名前までもいただきまして長く昭和の今日まで日本一の名力士とその名を残した新州生まれの怪談に来年亀門一本相撲の一席はちょうど読み切りつきましたそれでは皆様さようなら